hôm nay là ngày mùng năm tháng ba, thứ sáu, thứ năm. じゃあ今日もこれ、ゼロからスタートベトナム語。場所名詞を、に、場所名詞で、か、人、物っていうパターン。ハノイには日本料理店がたくさんあります。お、ハノイ。購入にゃ、ハンニャパン。ハノイに日本料理店はありますか？お、ハノイ。こにゃはん、こにゃはんにゃぱんほん。お、ハノイ。こにゃはんにゃぱんほん。はい、ハノイには日本料理店があります。こ、お、ハノイ。こにゃはんにゃぱんほん。お、ハノイ。ほん、こにゃはんにゃぱん。いえ、ハノイには、ハノイに日本料理店はありません。ここには店員がいますか？おだい、こにゃ、あ、こにゃんびんほん。おだい、こにゃんびんほん。はい、ここには店員がいます。こ、おだい、こにゃんびん。にゃんびん。いえ、今、ここには店員がいません。ほん。お台本口にゃんびん、にゃんびん。位置を表す言葉は場所名詞の前に置く。がん、がん、近い。がん。すぐ隣。がんけ、がんけ、がんけ。上、ちん、ちん。下、ぞい。左中中中外外外前トラックトラック単トラックだと先月という意味だよね。後ろあと後ろサウサウ単サウだと来月って意味だよね。で、これ間違って、タンサウってやっちゃうと、6月になっちゃうからね。タンサウ、あ、タンサウ、タンサウ、タンサウは来月。タンサウは6月。これ成長も違うと全然意味違っちゃうんで。違う言葉っていうふうに考えないとね。で、隣が、便感、感、もしくは感。この重たい成長。便感、感、便感。真ん中、ズワ、ズワ、ズワ。これは難しいね。ズワっていうかな。周辺、周囲。スンクワン、スンクワン。スンクワン、スンクワン。これは、周辺、漢字で、周辺ってそのまま書いて読んでる感じだからね。まあ、ほぼ覚えやすいね。スンクワン。机の上に花瓶があります。お、チェンバン、カオロホア。お、チェンバン、チェンバン、カオロホア。O がなあってもなくてもいい。駅の近くにレストランがたくさんあります。おがん、おがんが、購入、にゃはん、にゃはん。にゅうはね、たくさんある。バオニューのにゅう。にゅう、にゅう、バオニュー。にゅう、購入、たくさんある。にゃはん。おがん、おがんが、おがんが、購入、にゃはん。うん。机の上に花瓶があります。コロファ。お、チェンバン。まあ、これ、位置が、統治になってるね。語順が入れ替わってる。チェンバン、コロホア。でもいいし、コロホア、お、チェンバン。花があります。机の上にっていうね。そういう順番でも OK。
部屋の中に椅子が2脚あります。後輩会計、おちょんファン、おちょんファン。2つ、まあ2脚椅子があります。椅子は、2つ2脚の椅子で、会計、後輩会計、おちょんばん、おちょんファン、おちょんファン、おちょんファン。後輩会議、おちょんぽん。マイさんは家にいます。ちんまいおにゃ。ちんまいおにゃ。マイさんは家にいますか？ちんまいこおにゃほん。ちんまいこおにゃほん。今日はもうすげえ遅くなっちゃったんで、これぐらいにしましょう。一応無理やりでも、毎日続いてるよね。今14日目ぐらい、13日ぐらいか。まあ、なんとか、1日5分でもいいから、とにかく毎日や、まあ、毎日やることがね、目的じゃないんだけど、別に1日ぐらい、アップロードしなくたっていいんだけど、一応ね、2週間ぐらい続いてるから、まあ、やりましょう。とりあえずね、このまま。